勝ち切るしかないが、俺、ワンちゃん。今さ、来い。来たー。お砂場さんと、久々な気がする。停電直したのサントスでーす。場所はちなみにどこですか？左下。展望なんで。初手展望か。自殺志願者だ。あのね、一人脇だ、ダウンロードがそこだったから行っていいかなと思って行きました。みんな結構脇位置じゃかぶった感じだ。宿舎前がめっちゃいます。藤宮さんが、藤宮さんが印象白いです。同じ。一票入ってるか。また印象論か。はい。印象白い、印象白い。メインに湧いちゃおう。一回街でもいいな。階段の音聞こえてから切るとかの面白そうね。いいな。いられてっかな。いはー、はい。違うわ。はい。どこですか？貨物じゃすみません。間違えました。間違えました。エレクトリカルの転勤でいうところの5で、ピカクロスさんが亡くなってました。はい、でカメラ情報1個あるとしたら、その直前にカメラ見たときに貨物室に夏目先生が映ってました。はい、アドミンでカメラ見てました。セキュリティちゃんと見てます。はい、トータスさんとは、ね、トータスさんとは15秒前くらいにエンジンルームくらいですれ違ってます。はい、すれ違ってね、多分足して自分が怪しいと思う。足湯さんとアルマさん視点自分が怪しいので話させてください。はい、自分は、アーカイブ開いてラウンジ貨物室金庫をやって停電が鳴り、停電、あ、じゃ金庫と停電の時系列逆かもしれないです。で停電を自分一人が直して、でその後すぐにアーカイブの方に戻っていきました。その途中にアルマとすれ違ってます。カメラもその時だと思うので電気室ぐらいまではいけません。でいいですか、情報なんですけど、はい、コミューサボが鳴る前に武器庫2 と、コックピットの1がスナパイ でそのうち1人がトータスさんとサントスさんってことなんで、スナパイサントスローラで絶対1釣れます。え、なんで私、え、なんでスナパイさんとすれ違ってるけど時系列まあまあ前じゃない？え、いや僕アドミンにいるんですよ今。うん、で左側にあの3人しかいないです僕含めて。うん、でそれがトータスさんとサントスさんとスナパイになるので確定するの？はい、僕視点サントスさん確定なんでローラーで全然大丈夫です。ベント移動で左か。はい、他じゃあ発生位置整理しませんか一応。まあアルマ藤宮メインで、藤宮さん絶対に無理です今回の、うん、両方無理なんで、もう僕は隠し路で置きます、はい、藤宮さん。え、下位置どこだっけ、ごめん、エレクトリカルクロスさん。あ、だよね。あ、藤宮さん絶対無理ですよ、初手僕もてか僕の下位置といたから。アルマさん、あれ藤宮さんじゃなくて僕じゃない？僕はシャワー、いや違います。マジアルマさんほぼ同じ行動をずっとしてたんで、うん、ごめんなさい間違えた。ああ、私押しますね、ちょっと待って、ここで僕に入れる。そんな、そんな藤宮さん、タッチ間違えました。ああすごい間違え
強気だね。でもこれロラされ始めるとまずいんだよな。自分視点いいですか。自分あのメインで湧いてるんですけど、はい、アルマさんと2人で湧いた認識だったんですけど、藤宮さんもっと先に湧いてた。藤宮さんアーカイブだったかもしれないです。アーカイブで藤宮夏目オラフです。あ、はい、あ僕そうですね。藤宮さんアーカイブです。あ、じゃあメインは先端さんか。2人とちなみに最後メインにいるんですけれども、なんかエレクトリカルからポンってギリギリ上がった人がギリギリ見たんだけど、それ誰センターさんだったの。メイン僕メインの真ん中ぐらいも行ってるんですけど、担当さん合ってないです。今の話あるじゃないですか。今の話あ、もう一個続きあって、ピカクロスさんは僕、武器庫で、あって、多分上経由でメインホールから下に下ってるはずなんですよ。で、時系列で言ったら、多分直近で死んでるぐらいじゃないとおかしくて、僕が、タスクこなしてセキュリティ、エレクトリカルで行った流れで、で、僕もはしごの音を聞いてるんで、そのはしごの人が、メインへ上がったはしごの人がキルしたんやっていうふうに考えてて、そう、はい、上がってきたのってセンタンさん。いや、僕エンジンまで行ってますね。電気の方行ってないですね。まあでもスナッパイさん目線、左のキルがサントスさんってなったら、電気室キルは結構先端さんが、はい、スナッパイさんのその理論ってなんでだっけ、もう一回。アドミン情報じゃないですか。そう、コムサボが入る前のアドミン情報で、武器庫2で、コックピットが僕の位置、それ以外はセキュリティよりみんな東にいるんですよ。中3発見。あ、じゃあ僕目線でスナパイさんと、ね、待って待って待って、まだ話がある、まだ話がある。そのでサントスさんはコミサボが鳴ってるのに、あのエンジンからメインに抜けてったっていう証言をしていて、さらに先端がエンジンに抜けたっていう情報とも合致してないでしょ。あ、お互いが見てないってことですよね。そうだからサントスさんが確定だっていうことだけはもう確定ってことはみんなに言ってもらえたら、ごめんなさい。じゃあ私遺言で、だとするならスナパイさんとじゃなくてセンターさんとローラーしてください私。まあそれは飲んでもいい、うん、あのスナッパイさん釣らないでセンターさんと、私もし今日釣るならセンターさんをローラーしてください。スナッパイさんを残してください。私スキップ誰ですか。はい、アルマです。もう一人は、うん、あ、私、はい、あ、センターさんじゃない。あー、どうしよっかな、これ。お土産キルするか。でもサントスさん、いや、スナパイさん。もう無理じゃね、これ詰めじゃね。お土産キルでしょ。これ積んでないか。勝ち切るしかないか、俺、おんちゃん。はい、オラフ君が、リアクター左側のところで亡くなってて、で、多分はしごの上り下りの音が聞こえたんですけども、センタンさんミーティングいなかったですか、今。いました。いてたっすね、カメラで確認してやるので。はい、なので、ミーティングにしたいですか。いや、リアクターの下です。リアクターのボタンのところ、今、左側のボタンのところでオラフ君が亡くなってたので、まあ、動画センターさんなんかなっていうふうに足の線では、ああ、そうなんだ。別にキル起きてるなら、あ、ごめんなさい、スナパイさんかなと思ったんです。はい、スナパイさんと僕、センターさんで、スナパイさんがさっきのサントスさんを、藤宮何してた。僕は武器庫からキッチンに行くときに足尾さんとすれ違いました。ただアルマさんから隠しろと言われてるので僕は疑わないでほしいです。あ、オッケーオッケーオッケー。だったわ、はい、足尾さんからも自分の白は出せるんですよ、うん、セキュリティの方でありましたね。はい、なのでとりあえずスナパイさんを釣ってセンターシーのせいそうふじめ夏目ですればいいと思ってて、うん、はい、で自分は若干セン
端かなと思ってます、うん、あの電気室の話プラスサントスさんの話。そうサントスさんのやつをやっぱスナパイさんがあのまずローラーしてくださいって言ったのは、サントスさんから釣ってお見合いキルすれば盤面上残り5人ぐらいになるので、1人になっても戦いやすいっていう風な方であえてローラーに入ったんかなっていう風に思いました。プラス、クルーメイトが一番しなきゃいけないの投票合わせることなので、うん、アシエさん、あてか藤宮が釣りたいところ釣るわ、うん、それでどこ入れます、合わせます、どっちでもいいと思いますけどスナパイさんに入れます。はい、 OK です、わかりました、合わせます。今って60秒経ってました？ごめんなさい、今って60秒経ってましたかね。60秒は分からんすけど、でも投票してほしい、スナパイさんに入れた、はい、サントスさんが僕とのラーをしようとしてたのがスナパイさんと似ろってことじゃないかな。まあ終わらないですけどね。よかった、悩んだ、ちょっと富士宮の方を殺さないかなと思ってっ悩んだけどよかった、うん、先端さんがやってましたと。はい、まあ、一応先端視点の話も言っといた方がいいんじゃない、いや大丈夫です盤面がもうよかったです。いやー富士宮ナイス、はい、ありがとうございます。キルクル普通よく歩いてきたな。いやあれ結構かけて一回引き返したんですけど、いやどうだろうなと思って。ナイツ茶色、ナイツ茶色、ナイツ茶色、ナイツ茶色。すげえなスナパイさん。え、なんだ。いやなんかなかなか大胆なあれやったなと思って。でも確かにあれやればサントスさんから釣れそうだし。釣れる釣れる。ナイス議論ですねあれは。なんかね。インポスターさっきも言ったんですけど、インポスターでホッとしました。クルーであれだったらどうしようと思ってドキドキしちゃった確かに最後、うんうん、あセンタンさんはそうチラ見も してたっぽいし、なんかそうかなと思ったけど、スナパイさんが勘違いクルーの世界線が一応あるからそれだけどうしようと思ってドキドキしたけど、うん、まあ情報武器に攻撃するのはクルーの特権じゃねえぞって。おーかっこいいかっこよかった最後ってちょっとごめんなさい、どうしあれで正解、歩くので正解、そしたら藤宮が脱んで、いや歩くんだったら一緒に行った方が良かったんじゃないかなと思う、ね、いや一緒に行くと、まあ、キルクルそれで合わせるのでたまっちゃうかもしれないから、多分最善読み合い で僕が直す可能性もあったんですけど、直すとキルクルさらにたまんないから読み合いだと思う本当に。なんか結果的にキルされてたから良かったですけどね、うん、あーそうなっちゃうわ、キルクルが溜まってなかったから読み合いだから、そうそうそう、あんま成功法っていうのはあんまないです、あんまない正解はないと思いますよ、うん、確かにどうインポスターが動くか、むしろ今のは使うかも考えたんだけど、読み合い勝ったでいいんじゃないですか、うん、ありがとうございます、かっこいい、ナイスでした、うんうん、ナイスでした、僕はただミーティングで死んでただけなんで、でも多分まだあと10秒ぐらい残ってたんじゃない、あと18秒ぐらいかな、はい、結構残ってた1.25 が行きますよね、あのシーンは。1だったらかなりやれるけど、1.25 ヌーンのって夏目先生が死んじゃったら、左にヌーンがあるから余計きついのか。うん、あ、そうかそうかそうか。あ、そう。じゃあ、あっちの方が良かったのか。どっちがいいんだろうと思って、それ、ね、で、ヌーン右側に寄せてたら、藤宮が全部見ても。絶妙な読み合い。ね、どれも裏目があるから一応。そうかそうかそう。どれも裏目ありますね。で、走ってったら走ってったら、キルクル溜まっちゃうかもとかあるし、うん、難しいですね。
直して、はい、右でヌーン取ってあと8秒だったそうです。8秒か。18秒じゃない、8秒か。結構、結構まだ。ちょっと危なかった。そしたら直してドア閉めポンポンってやったら、もしかしたら。それも考えたんですけど、右直してる保証ないから。あ、そっか、そうそうそう、ね。そうそうそう。ほんまや、ほんまや。うん、確かに。チラッと見たら分かるな。でも、キルクール減らんから見れやんすよね、あそこ。左のタスクバーで見れる、タスクのあの、あれで、うん、右側稼働中とか。あ、そうか。それすると、キルクールが上がんないから。はい、確かに。あ、じゃなくて、あの左の、左上 の, 左の今、タスク上ぐらい消化してるかに、そうそうそう、ソータさん言ってる。あ、出らんの、そこで。あれ、出なくないですか。あれ、2分の1出なかったの。出ないですよ。出ないで、出ないはず。多分ここ出ないんだ。出ないのか。確か出なかったと思うけど、失礼します。そうそう、リアクターとかは出るけど確か出なかったはず。見ないと表記を。あれ、なんだったっけ。僕もね、なんか出ると思ってたけど出なかったと思ったんですけど。じゃあちょっと次最速でリアクター鳴らしてもらって検証で